安心、時間通りだな。振り向くな、そのまま話せ。レオンさんですか。そうだ。うわ、やべえよ、憧れの殺し屋と同じ名前だよ。浮かれるな。すいません。え、もう始まってるんすか。何の話だ。いや、面接ですよね、殺し屋の。あの裏バイトさんで募集してた殺し屋の面接ですよね。あんまり殺し屋殺し屋言うな。水を持ってきたウェイトレスの手の震え方が尋常じゃない。いや、でもまさかファミレスでやるとは思わなかったんで。イメージにとらわれるな。私はサイゼリアが結構好きだ。あまりにも意外だ。このような職業の人がサイズが好きだなんて。履歴書は持ってきたか。はい、よこせ。見ていただけたんでしょうか。テストをしよう。テスト。お前はキノコの山とタケノコの里、どっちが好きだ。いや、まあタケノコの里ですね。私もだ。食感がいい。いや、関係ないですよね。え、テストテストは。お前の席から赤い服の女が見えるだろう。赤い服の、ああ、あの女がテストのターゲットですか。元カノだ。元カノを殺せと。いや違う、綺麗になった。感想かよ。痩せたんだろ。いや知らねえ。でもあいつはキノコの山の方が好きだと言うから分かれ。いやマジで知らねえ。お前はさっきからなんて口の利き方だ。お前の背後にいるのがプロの殺し屋だということを忘れた。いや殺し屋って自分で言っちゃってるし。落とされたいのは面接かな、はたまた命かな。うまいこととか言うんだ。人を殺める人とは思えない。時間だ、私は忙しい。合否は追って連絡する。え、これから仕事ですか。ああ、NHK プロフェッショナルの取材を受ける。嘘つけ。どうもありがとうございました。